兵庫県の斉藤知事の合図で競技がスタート。参加者は小皿に用意された名物の伊豆市そばを次から次に平らげます。これはそばの町伊豆市での春の恒例イベントで、新型コロナの影響で中止されていましたが、今日4年ぶりに開催されました。この日のために茹でられた皿そばはおよそ1万皿分。6歳から73歳までのおよそ220人が個人戦や団体戦に分かれ、大食いにチャレンジしました。頑張りました。美味しかったです。きつかった。個人戦での今回の最高記録は117皿だったということです。